今日も島の午後はですね、まあ、非常になんかちょっとこうアンニュイな何だよアンニュイって、感覚にとらわれる、まあ、時間帯になりますが、はい、気持ちいいですね。まあ、今日もね、はい、バイクで、ブラ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 とさせていただいて、おります。はい、まあ、今日はですね、もうこれ、4月なんですよ。はい、4月なんですけども、この動画はですね、まあ、空波の動画いつもだいたいそうですね、まあ、遅いと半年、うん、まあ、標準で4ヶ月から5ヶ月、まあ、遅れているわけなんですけどもね、まあ、動画ストックの関係上なんですけども、まあ、先日ね、空波の動画にですね、もう春なのに、その年末の話をされましてもみたいなね形でコメント入れてくれた方がいらっしゃいましたけどねまあ、そういうことですよ、動画ストックの関係でね、普通にそう空波の場合はなってしまいます。はい、まあ、気に触るとか気になる方はまあ見ないでいただいたらいいのかなというふうに思います。まあ、そう仕方がないことなんでね、はい、直しようはございませんので、はい、いつも生放送なんて無理ですから自分でやれよはい、ということでね、はい、今日はですね、中古バイク、はい、皆さんどうですか、中古バイク値段下がってきたなっていうふうにちょっと感じませんか。はい、僕は非常にバイク屋さん覗いてるとそれは思うんですけどもね。ただね、やっぱりね、今中古バイクを買わない方が僕はいいと思います。はい、僕はそう思ってるんですけどもね、中古バイク今は買うなみたいなね、またこういうサムネにするとね、怒られたりしますけれども、はい、今日はちょっとそんな話をねしながらグダグダ走っていきたいなというふうに思います。ということでですね、まあ皆さんどうですかね、まあ空波みたいにね、まあ比較的暇さえあれば、バイク屋さんをね覗いているような、まあある種ね、ちょっとやばい人間でもない限り、気づいてない方もね、まあ、いらっしゃるかもしれませんけれども、おそらくですよ、おそらく昨年の、まあ、初冬、秋の終わり、晩秋から初冬にかけて、ほぼほぼいわゆるそのバイクバブルっていうものは、弾けたと思われます。はい、梅雨明け宣言みたいなもんでね、まあ僕らのね、まだ若い頃なんていうのはね、こうテレビでニュースやってるとね、本日梅雨明け宣言が出ましたとかね、はい、梅雨明け宣言が出ましたみたいなねことを必ずやってましたよね。でも最近は、どうでしょう、どうやらいついつ頃に梅雨が明けた感じですみたいな発表に、随分こう弱腰な発表になっていますけども、僕が思うに、おそらく僕のこれあくまで感覚ですよ、昨年のね2023年の秋の終わり頃から、そうですね、まあ、冬場初冬にかけてほぼほぼ確実に、今まで、こう何でもこうバイクがね高騰していた、いわゆるそのバイクバブルっていうのは、弾けたと僕は思ってます。うん、まあそのいつも行ってるバイク屋さんとかね、でバイクの価格を見ていると、まあ、そこを如実に感じるわけですね。はい、ですので、よしと、締めたと、いうことでね、皆さん、今バイクをね、じゃあ安くなったんなら買おうかと、いうふうに思ってる方もね中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、これ僕の見解ですけども、今は買うべきではないかと、思ってます。うん、今買っちゃダメかなと、いうふうに思ってるんですね。これ、実際ねどういうことかっていうと、結局ね、その要するにバブルが弾けた後っていうのは、バイクの買取価格っていうのが、これ急激に下がったなと思います。下取り価格も含めて、まあ、これはまあこの時期にね、2回バイクを売却している、僕でも明らかに分かるんですけれども、もともとねエストレアとダブル6番を売った時っていうのは、まだバイクバブルの最後の最後の方だったと僕は思うんですね。まあ、夏ですね。はい、その頃は本当に、ダブル6番も、そうですね、エストレアも非常にっていうような金額で買い取ってもらったんですよ。で、それで結局この V7 に乗り換えましたんで、まあ、非常にいい時期に乗り換えたなというふうに思っているわけなんですね。まあ本当にね、この V7 ストーン、まあ、このストーンも中古なんですけれどもね、まあ、本当に、それほど大きいな
追い金を出さずにね、変えたということは非常に良かったなと思うんですけれども、そうですね、それ以降かなりバイクの買い取り価格っていうのは、下がったんじゃないかなっていうふうに、思います。はい、まあ、それでもね、ソラナミの場合はいつも自分がこう予想しているね、まあ、下取り価格っていう価格よりもいつもちょっといい価格で買い取ってもらってるので、まあ、その辺は本当にいつもありがたいなというふうに、思っているんですけれども、実際そうですね、こう店頭に並んでいるオートバイが、えって思うようなオートバイがちょこちょこ、散見するんですよ。まあ、この程度でこの走行距離で、この価格っていうのはちょっと安くねえかって思うバイクが、本当にこうなんていうのかな、全体の道を 10% とか 20% ぐらいの割合で、見受けられるようになったんですよ。で、そういったようなオートバイを見てると大概、こう最近前はなかったよなっていうような最近入ってきたであろうオートバイなんですよね。つまり、これ下取り価格とか買い取り価格が下がっているから、まあ、当然オートバイの相場っていうのが全体的にね、下がるっていうことなんで下取り価格も下がると思うんですよね。で販売価格も下がると、いうことから、こう今までのこう感覚でね、見ていて、まあ、この車種の、この走行距離でこの外装状態だったら、まあ、このぐらいじゃないかなっていう価格を、そうですね、その70万80万ぐらいで売ってたバイクが今50万60万ぐらいで、買えてると、いうような車両がポロポロ出てきてるんですよね。で 250cc クラス全般にわたっても、全体的に、これちょっと安いないいなって思う車両が、結構出てきてるんですよ。ということはやはり買い取り価格が下がっているのでオートバイの、まあ、価格ね、販売価格も下がってると。でこれね、今買うとどういうことが起きるかっていうと、要するに、まあ、悪いことしていたわけじゃないんであまり責めたくはないんですけども、某〇〇王さんなんていうのは、非常にね、ちょっとこれ悪徳ないっていうようなことをやってましたよね。こんなこと言ったら怒られるかな。悪いこと全然してるわけじゃないんで非難するつもりはないんですけど、まあ、定価が60万円ぐらいのね、まあ、GP350 とかを、まあ、普通にこう100万ぐらいでこう売ってたじゃないですか。まあ、あれって、やっぱりこう、僕は非常にこう疑問に思ってね、動画にも出したことはありましたけれども、やっぱりその高い時に、仕入れたオートバイっていうのは今も価格は高いんですよ。で、その値引きをするとしても仕入れた原価の価格のね、値段が高いことからして大幅に下げるってことはちょっとなかなかしにくいというかできないよね。まあ中古屋さんにしたらさ、当然仕入れ値もあるし、自分とこの利益をそのまま削っていく話にもなるしね、まあ在庫車両というのはおそらく資産にもなってるしね、そういったようなことから考えてもそれほど急激に、安くバタクっていうのがなかなか難しいと思うんですよね。徐々に下げていくんじゃないかなと思うんですが、まあその全体的にそういう意味でも徐々に下がっていくのと、買取価格が、そもそも安い、車両がね、仕入れた車両をに普通の通常の利益を乗せて、販売をするのが、まあ、一般的な金額になってきちゃうと、全体的なその車両のそのぐらいの走行距離の、車両の相場っていうのが全体的に下がっていきますよね、どんどん、ですので、もうそういう風になっていってあまりにも下がっていってそう差額が出てくるような環境になると、もう多少その自分とこの利益を削っても、持っていても仕方がないわけですよ。売れないですから、まあ、これ不動在庫になっちゃいますからね、不良になってしまうので、それをこう持ち続けるっていうのはそのバイク屋さんとしても非常に在庫負担になってしまうということから、これもバタかざるを得なくなる状況がやがて、来ると、近々必ず来るというふうに僕は踏んでるんですよね。まあ、このままおそらくバイク価格っていうのはしばらくは下落を続けるんじゃないかなと思います。まあ、ある程度のね、バイクバブルになる前のような状況以下になるかって言われれば、それはちょっと
分かりませんけれども、まだね今は本当に言ったら下がり始めで、掘り出し、逆に言うと掘り出し物は今があるんですよ。なんで安いなと思ったやつは、買ってもいいとは思うんですが、まあ、ちょっと今まで欲しいなと思っていたあのバイクがねちょっと安くなってるからといって、今手を出してしまうっていうのはこれちょっともったいないなと、非常に思うんですよね。まあ、ですので、中古バイクに関してはですね、まあ、僕的にはもうちょっとどうだろうな、おそらくね今からこれバイクシーズンになるから冬場というかね秋から冬にかけてっていうのはやっぱりバイク手放す人多いし、その乗らなくなる期間なので、まあ、特に北国とかね寒い地域の人乗れないですよね、ですので、まあ、バイクの人気がなくなるんですけども、まあ、春から夏にかけてっていうのはやっぱりこうバイクをね、こうまあ、乗り換える、まあ、新しいバイクを手に入れるっていう人が必ず増えてくる時期ですから、ここは今春ですからねここから夏まではちょっと我慢の時期かなっていうふうに、僕は踏んでます。はい、ですのでまたその次のね、まあ、秋口この辺りですねこの辺りからになってればですね全体的なそのバイクの相場っていうのもうちょっと下がっていてでそれに引きずられるようにして高い時に仕入れたオートバイっていうのも今よりも値幅がね、値引き率が上がって出さざるを得ない状況になってってくると思うんですよね。また秋から冬にかけてはバイクの需要なくなってきますからバイク屋さんも焦って、値札をいじるようになると思うんですよね。ですので、まあ、もしですね、中古バイクで狙ってる車種、まあ、今もうバイク屋さんにあってもこれがいいっていうのがあるんで、まあ、その場合はもうそれ買っちゃってよそれはもうそれは一期一会だからね中古は、それはもう買うしかないですよ。でもそうじゃなくて漠然とこの車種のこの年式ぐらいのオートバイを、ね、欲しいなというふうに思っている人は、まあ、今はね、まだちょっと買うのは僕はもったいないかなと、いうふうにも思うんですよね。まあ、ただ、まあ、中古バイクなんていうのはこれ出会いだからね、まあ、出会って1秒その恋火花ですよ本当にですから、まあ、惚れちゃったものはもう買っちゃってくださいよ、まあ、ただ、本当に今バイクの購入時期として考えるのであれば、もうちょっと待った方がまあ、僕はね、いいんじゃないかなっていうふうに、はい、思っております。まあ、ですんでね皆さんもねもしあの機会があればね、よく行かれてるオートバイ屋さんがあれば、そこにねちょっと覗いてみるとですね、面白い現象が見れると思うんですよ。まあ、つまり、大体、同じ車種でね、同じような走行距離で、まあ、外装の状況なんかも似たような感じのオートバイ、があったとしてですね片方が例えば70万円、片方が55万円みたいなのって結構あると思いますよ。はい、でそういったような場合はまずまずその話をね、聞くと、こっちの高い方は、ちょっと前のね、バブル期の仕入れ、あの下取りで安い方は最近下取った車両、はい、っていう風にですね、まあ、考えると大体その辺のね、なんでっていう謎はね、比較的簡単に解けていくんじゃないかなという風にね、思います。